こんにちはったらこんにちは、いつもです。毎日めちゃめちゃ暑いですね。中でもお家の中のトイレの中って暑いませんか？とはいえさすがにトイレにエアコンは入れられないですもんね。それならせめて扇風機を導入しよう、どうせなら人が入ったら自動でつくやつにしよう、というわけで先週回路調査をやったダイソーの LED ファンを改造、人感ファンを作ってみました。とりあえず改造を終えたものの動きを見ていただきましょう。操作自体は改造前と変わりません。背後のボタンで操作します。 LED がついてファンが回りました。この状態で机の前を離れます。1分半飛ばしました。LED が消えてファンが止まりました。両方とも人感センサーが制御しています。この状態で再び机に近づくと、動き出します。今回の改造ではこういう動きになります。ではこの中身について軽く資料で説明します。ではダイソーの LED ファンを人感化するお話です。今回改造するのがこれになります。LED ライトファン1000円。先週これの分解について紹介しているので、よかったらそちらも見てください。今回の目標がこれです。人が近づくとファンが回ります。賑やかしですが、LED も一緒に光ることとします。人がいなくなって一定時間経つとファンは自動停止して LED も消えます。ファンと LED の調整はオリジナルの機能を残すこととします。電源については USB のまま。これを目標として作っていきましょう。先週分解して調べた中身の回路図がこれです。LED とファンモーターがここになります。これを制御したいので、こことここを切ってスイッチとなる NMOS を挿入しましょう。使用した NMOS がこちら。小さくて耐圧も電流量もそこそこ。ファンとか LED を駆動するには十分です。VTH も低いので電子工作向き。ちなみに秋月でも買えます。人を検知する省電センサーはこれです。デジタル出力で人間が動くと出力がハイになります。電源電圧は 5V からですが、出力は 3.3V です。中に LED を持ってるんですね。改造後の回路がこちら。こことここに挿入した NMOS のゲートを省電センサーの出力につなぎます。回路的には簡単ですけど、工作はちょっと難易度高いです。ではやってみましょう。基板の加工から始めます。LED の配線を切ってみましょう。まずはカッターで切り込みを入れます。怪我をしないように気をつけましょう。銅箔は結構分厚いので、剥がすのはルーターを使います。切断部両側のレジストを剥がして、NMOS をハンダ付けするエリアを作っておきます。切断部の抵抗値を確認しておきます。導通ないみたいですね。基板をひっくり返してファンの方の配線いきます。作業としては同じです。切れ目を入れて、削って、レジスト剥がして、
動通チェックして終わりです。出来上がりはこんな感じ。見た目が悪いですね。レジストも切れ込み入れとけばよかったです。では次は NMOS を取り付けていきます。LED の方からやっていきます。フラックスをベタベタ塗ります。部品を仮固定する役目もあります。ドレインとソースの向きを間違えないように NMOS を置きまして、ハンダをちょんと当てるとうまいこと乗ってくれました。反対側も同じようにハンダを乗せます。接続確認のダイオードチェック。ダイオードっぽい電圧が出てるので、まあ大丈夫でしょう。ゲートの端子に配線をくっつけます。ピンが小さいのでつけるのが大変。なんとかつきました。動作確認してみましょう。ちょっと回路的に正しいか不安だったんですよね。 LED ライトのコネクタを挿して基板を入れます。 USB を挿してスイッチオン。ゲート端子をハイにしたら LED がついて、ローにしたら消えます。問題なさそうですね。LED 側はできたので、次はファンの方です。ファン側の配線で同じことをやります。フラックスを塗りまして、向きに気をつけて NMOS を置きまして、ドレイン側のハンダ付け。ソース側。ダイオードチェック。ゲートに配線をつけます。動作確認です。ファンのコネクタ挿して、基板を持ち込んで、USB を挿して、スイッチを押すと赤い LED が光ります。ゲート電圧に 5V をかけるとファンが回り出しました。グランドにすると停止します。問題なさそうですね。基板の加工は一段落で、次は本体の加工に移りましょう。まずは人感センサーの配線を表から裏まで通しましょう。配線にカバーがかかっているので外します。ここにセンサーの配線も入れちゃいましょう。センサの配線3本のソケットを作ります。裏側から配線を入れまして、表に出した後カバーを戻します。センサに渡すための電源を基板から取ります。 5V とグラウンドに配線をつけて、 NMOS のゲート2本はまとめておきます。5V 信号線グラウンドにピンコネクタをつけたんですが、取り忘れてました。次はファンのカバーにセンサーを取り付ける加工です。センサーのカバーのサイズに下書きしてから、四隅に穴を開けて、アクリルカッターという道具でカリカリ下書きに沿って溝を掘ります。カリカリ地道な作業、手が痛くなります。4辺溝を掘り終えたら、あとはカッターの出番。ガリガリと刃を差し込んで抜けました。今度は人感センサーの基板に3ピンのコネクタをハンダ付け。電源、信号線、グラウンドです。ハンダが終わったら、カバーのスリットにコネクタを通します。
ケーブルはファンに当たると嫌なので、この紐で固定しておきましょう。コネクタにソケット側を挿して、邪魔にならない適当な長さに切ります。ソケット側の配線に熱収縮チューブを通して、本体基板側から引っ張ってきた配線にハンダ付けします。これでカバーの人感センサと本体側基板がつながりました。本体との距離が近かったのでヒートガンは使わずに熱収縮チューブはハンダごてで止めました。交錯が終わりましたので基板を組み込みましょう。センサのコネクタをつないで LED とファンのコネクタもつなげますよ。裏蓋を押し込んで仮止めでネジを2箇所止めました。この後 USB 電源を挿して動作確認したのが冒頭でお見せした映像です。というわけで実際トイレに置いてみました。扉を開けた時点ではもちろんファンは回ってません。中に入ると自動でファンが回り始めます。もちろん風だけですが、それでもないよりは全然過ごしやすいです。良いではないでしょうか。というわけで、ダイソーの LED ファンを人感化して、トイレの猛暑対策としてみました。実際、現在運用中なのですが、家族にもなかなか好評です。いや、あるとなしとじゃだいぶ違うんですよ、本当の話。外から帰ってきて、すぐにトイレ入った時とか、ああ、助かるってなります。でもこういう人感センサー付きの扇風機って売ってるんですね。結構高いですけど。買うか作るかを置いとくとしても、トイレに人感扇風機、おすすめです。さて、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価ボタンとかぜひお願いします。結構嬉しいものなんですよ。あと、チャンネル登録とかもぜひ。さて、次回は嫁様のリクエストで、ちょっと軽めのネタでいきます。ではまた次回、よろしくお願いします。